あの金メダル取った時すごくなかった。すごかった。こんなんなんのと思わなかった。いや、びっくりしました。世界が違った。ありませんでした？なんかみんなが思ってる、多分思ってないんですけど、思ってる自分にならなきゃいけない。うん、あったあった。やっぱりその金メダルだから品位みたいなの、で特に大学の職員でしたから、そういうこと結構厳しく言われてたんで、それをキープするっていう作業がしんどかったです。言われたことをやってれば勝ってました。だから自分で考えることをしてなかったです、もっと。でロンドンはやっぱその担当コーチがいなくなったので、次は自分で考えるというシステムに変わったので、頭の中の作りは全然違います。だからその柔道に対するプレスタイルも全然変わりました。あの前は一人でやってたんで、アマチュアの時は、はい、プロに来ていろいろ教えてもらうようになって、あまりにも受動的すぎたなと思う時がありますね、うん、で今のトレーナーがすごく、なんだろう、こうしろああしろって言わない方なんで、でもお互い相談しながらって感じで決めれてるんで、今は一番いい形かなと思いますけど、いや考えましたよ。本当はやりたかったのはやりたかったです、まあ、でも条件とかいろんな環境の下でこう来てるんで、うん、本当は東京オリンピックまでやってもよかったですけどね、アマチュアで。もっと先の瞬間から言えば1ヶ月前から入ってます。そんなに1ヶ月前から。多分女だから、普段から女になると守ろうっていう力が強くなって、だから普段から女だけど女にならないようにしてます。1ヶ月前からまず、なんか女の人って物を掴む時ってここを使うんですよ大体。男の人とかはまあこうやってちょっと乱暴に開けたりするんですけど、指先の感覚からまず変えて、先っぽの感覚を変えていかないといけないので。僕はね、直前怖くないんですよ。前日も怖くないですよ。 2、3日前とか4日前とか5日前とか、そういう試合が近づくにつれて怖くなるんですけど、もう計量を終えたらほぼ怖いとは思わないです。なんかでそれでね、じゃあ何が怖いのかなって一回考えたことあるんですよ。ボクシングに対するその死の恐怖とかっていうか、そっちが結構優先しちゃってるんですよね今、うん、だからもうそれを極力考えないってことが一番の、恐怖心の克服にはなりますね。私ずっと怖い。あ、そう、うん、もう何、畳上がる直前もう怖い。うざ、もうすごい顔して上がってるよ。だからズオーっていかないと。だから多分1ヶ月前から作って言い聞かせて、自分で自分をマインドコントロールしないと、普通の状態だともう怖くて出れない。いい表現だね、そのゾーっていうゾーって感じするもん、あれ。なんか変な指示出してくるやついるんですよ新手だ。ジャブとかワンツーとかって言ってくるんで、誰かなと思ってババって打った瞬間に、あ、違うよお前と思って、トレーナーじゃねえじゃねえかと思って言うこと聞いちゃったじゃねえかと思う時があって。そうだよね、犠牲にしてる感ってないよね。ある？俺ないけどな。むしろ得てるものの方が大きいと思うし、うん、まあでもその頑張ってるって言葉を使うの今まで僕嫌いだったんですよ、はいはい、な、頑張ってるってこう時点で引いたら、あの困難な状況に耐えて継続することって出てきたんで俺困難な状況に耐えて継続してるわけじゃないな。被災地の人たちに何か声かけることみたいなのがあって、なんて言ったらいいんだろう明日って考えるわけですよ。で、頑張ってください、頑張るって意味って何だろうと思うと、そういう意味だったんです。まさに頑張ってるわけじゃないですか、あの方々。どうやってスポーツ選手がじゃあ頑張ってるのかっていうと、まあ自分で選んだ道でやってて、頑張ってるとはちょっと使うの嫌いだったわけです今まで。だけどこの前の試合前にやっぱりスポーツって楽しいだけじゃないなと思ったんですよ。試合もやっぱプレッシャーもあったし、練習もハードだし、でそういう中で一人で考える時間とかあると、やっぱ楽しいだけじゃないと。どっかしら僕たちって頑張ってる、要するに耐えてる状況もあって、まあ、だから頑張る、だからその姿っていうのがある種共感を呼ぶんだろうなと。そう、見えやすいから、はい、うん、だからなん自分っていうのはスポーツである意味頑張ってるところもあるとは思うんです。だけどベースはやっぱ好きでやってて、選んだ道でやってるんだから、そこをあまり辛いんだろう、どうだろう、犠牲にしてるんだろう、頑張ってるんだろうってのをアピールしちゃうと、なんかちょっと違う気がするわけですよ。東京オリンピックで 33? はい、だね。いや東京はちょっと、いやいやいや、もうお腹いっぱいで。お腹いっぱい、もうお腹いっぱいで。分かんない、またお腹すきますかね。まだ お父さんがお父さんが言うかも東京でのオリンピック見てみたいなとかね強い、
まあ強いけどやってみなきゃ分かんないよね、勝ったら勝っただし負けたら負けただよ、まあ、やれば取るよ、はい、やれば取る。なるほど。そしたらチャンピオンベルトもらえるんですね。ね、はい、見せびらかしに行くでもその頃にあれかもね、リオで金メダル取ってて、はい、なんかそっちの方が松本2連覇みたいな、やっぱりあの金メダルの威力には勝てないからね今度来てよ、暇だったら。あ、行ってみたいです。よろしく野口君。で、自分ちょっとアドバイしますねジャブジャブ、ストレートそれでさすがに多分女の人の声には反応しないと思う。じゃあ低めで言う、じゃあそれも1ヶ月前から男にしといて